1932年頃、田子和民11月14日から1963年8月15日は、日本の官僚、政治家、衆議院議長、衆議院副議長、幹線美恵県知事、農林大臣、衆議院議員などを務めた、岩手県森岡市出身、東京帝国大学法学部卒業。妻の田子静江は、秋田県横手市小物川町出身で、 福岡駅之助の姉である、石川力之助から、農村指導の教えを受け、秋田伊佐新報に、徳能石川沖那と旧正で内務所機関、田子和民の機構がある、東京定大卒業後内務官僚となり、内務省社会局長や、幹線三重県知事などを歴任、その後政界に転じる、小選挙区制となって二度目の選挙となった1924年の第15回総選挙に、 与党声優本党公認で郷里の旧岩手一区から出馬したが、この選挙区はテロの強人に倒れた原高志前総理の選挙地盤だったことから、原野志後声優会総裁を継いだ高橋小木与前総理が貴族院議員を辞職して、この選挙区から出馬。選挙戦は、与党の全面的支援を受ける単語と、原野とブライ合戦を標榜する高橋の壮絶な一騎打ちとなった。 政界新人の田子は大政党総裁の高橋を相手に前線し、47票の僅差で惜しくも落選に甘んじた。4年後の第16回総選挙では、声優本党の分裂と高橋の引退を受けて、旧岩手一区から声優会公認で再出馬し初当選を飾った。その後再選を続け、1936年には、広田内閣で鉄道政務次官に就任。 1939年には衆議院副議長に選出された。同年起きた声優会の第二次分裂に際しては中島地区兵を総裁に担ぐ革新派に所属した。大東は戦争開戦直後の1941年12月24日には衆議院議長に選任された。戦後は日本新歩党の結成に参加するが、 翌3選挙で推薦候補として当選したことが災いして、公職追放に遭う。追放解除後は政界に復帰し、吉田自由党公認で1952年の第25回総選挙に新岩手一区から出馬して帰り咲きを飾った。その後1953年に発足した第4次、吉田内閣では農林大臣を拝命している。 その後も再選を重ねたが、1958年の第28回総選挙では265票差で、辞典に甘んじ、この後政界を引退した。1963年8月15日、満81歳で死去した。ありがとうございます。